くらです。風紀委員だからってなんで私まで居残り掃除なの？じゃあ前の黒板消しといてね。ねえ、こっち向いてよ。私だって真面目なだけじゃないんだから。くれるよね。ここにあなたの名前。このまま帰ったら明日大騒ぎになると思う？嘘嘘、冗談。